はいどうも、にもこずやです。こちらはですね、私のデビュー11ヶ月を、ね、11ヶ月目を記念して、作成した動画になります。まあ、今まで配信でずっとね、まあ、とつましいだのなんだので、やってきたんですけども、私のうっかりミスにより、当日にコラボの予定を入れてしまったので、今回動画の方で、皆様にお祝いの言葉を述べさせていただきたいと思います。いつも見て応援してくれてるみんな、本当にありがとうございます。来月でついにデビューして1周年になります。ぜひこれからも応援の方、何卒よろしくお願いいたします。ここから先はですね、YouTube に移行しまして、今溜まっている進捗がどうなっているのかについて報告をさせていただきたいと思います。興味がある方はぜひ YouTube の方をご覧ください。よろしくねー。はい、どうも YouTube まで見に来てくれた方々ありがとうございます。改めまして11ヶ月目を迎えることができたのは、一人の皆さんの応援、そして、支援があった頃、支援があったからこそでございます。本当にありがとうございます。では早速ですね、今溜まっている進捗について一体どうなっているのか、ちょっとこちらの方でご報告の方させていただきたいと思います。ホームページっていつ完成するの？はい、こちらについてはですね、10ヶ月デビュー記念デビュー？デビュー記念デビュー記念までに、完成させるって言ってたつもりだったね。うん。まだ完成していません。大変申し訳ございません。あのね、意外とね、これ作る大変なんですよ。ホームページを、まあ、ね、作ったことある人ならわかると思うんだけど、にも個人のサイトはもうできてるんです、ほぼ。ね、ちょろっと昔の形跡が残ってるのを差し替えればいいだけなんだけど、問題はにもの .com のメンバー紹介の方のホームページと、Vloid のモデル制作依頼の、ページの方なんですよね。これがですね、結構難航しておりまして、というのも抱えてるもの、案件って言い方がおかしいわ。抱えている、作業があまりにも多すぎて、ホームページが後回しになっております。にもの .com のメンバーについては、Vloid Hub に一応ね、多少のデータを置いてありますので、よかったらそちらの方をご覧ください。すいません、よろしくお願いいたします。Vloid モデル制作依頼の受付はどうなってるんですか？こちらに関しましてもですね、先ほどお答えした通りなんですけども、ホームページが完成し次第ということになります。相場とかをね、いろいろ調べておきたいんだよね。一応、まあ、一応私個人としては、なんだろう、服がなければ、体とか顔とかだけだったら、まあ、4万。で、服がついてたら、5万。で、まあ、そこに表情編集とかするんだったら、まあ、もうちょっともらいたいなと、思っております。結構、モデルを作るのは大変です。ね。簡単そうにパパッと作ってるように見えてるかもしれないんですけど、結構大変なんです。ね。先立つものがないと、こちらとしてもね、今後の活動に行き詰まってしまいますので、ぜひとも、そこら辺の方、もし値段がね、まあ、あれだったら、まあ、他の方に頼むなど、まあ、いろいろね、やりようはあるので、ぜひ、まあ、よろしくお願いいたします。まあ、というわけで、ホームページが完成したら、受付をしたいなと思っております。ただ、今ちょっと、煮物の方がですね、推しのモデルを作り始めてしまっているので、ちょっと、これは本当にマジで来年以降になってしまうかもしれませんね。まあ、大丈夫っしょ。ええやろ。よろしくお願いします。最近、集まりしかしてなくない？ FF14 の配信の予定は？これ課金切れる前にマジでやりたいです。本当にもったいないんで。と言ってももう、月の半分を過ぎてしまっているわけなんですけども、まあ、そうね、近々やりたいです。マジで。あと、ロストアークもやりたいんで、
同時進行になる可能性があります。まあ、FF14 の場合はもう、ね、何周もしてるんで、サクサクスムーズに進められるかと思いますので、メインは FF14 なのはまあ変わらないでやっていきたいと思っております。まあ、気長にお待ちください。いろいろなゲームを楽しみたいな私としても、よろしく頼みたい。MMD の動画作るとか言ってなかった？言ってた。言ってた。割と初期の段階で言ってて、まあ、1本上がってるんですけども、あれ結構、あのね、デビュー直後にギリギリで上げたハロウィンの、MMD なんだよね。本当はカメラも自分で作りたかったんだけど、マジで時間がなかったので、カメラをお借りしてモデルだけ自分で。で、衣装もちょっと一枚お借りしてっていう感じで作ったので、ですね、全衣装、今手持ち4種類あるんですけど、4種類全員出したシャルルの、カメラ自作、動画自作で、作業をしてたんですけど、ハードディスクに全部、外付けのハードディスクに全部移してしまったんで、ぐちゃぐちゃになっちゃったんだよね。ステージとか、ミクミクエフェクトをかけたものが全部、再指定し直さないといけなくなったんで、ちょっと、まだ時間かかってますね。もうしばらくお待ちくださいっていう感じです。とにかくシャルルは、まあ、カメラは一応できてはいるんで、まあ、全部再指定し直して、かつ、モデルがまたメガネとか新調してあるんで、これを全部 PMX に変えたりとか、表情を全部ユニティで調整したりとかしないといけないんで、結構時間がこれもかかりますので、まあ、これは私が本当にただ作りたいだけの動画だから、優先順位は結構低いです。本当に気長にお待ちください。FF14 の配信より優先順位低いです。ごめんなさい。よろしくお願いいたします。L4D2 の解説動画の進捗、いかがでしょうか？こちらはですね、パート0、コラボ開始30分前でもここさえ押さえておけば OK というものは、一応完成してはいるんですけども、その後のですね、まあ、マップの解説だとか攻略方法だとか、特殊感染者に、対応する術等々、予定しているんですけども、この間配信で L4D2 やった時にあまりにも腕が鈍っていたので、これはいかんと思って現在練習中です。もうちょっと熟練度上げてから収録して、動画編集して投稿する予定ではございます。あんまり長々とね、みんな見る時間もないと思うから、せいぜい長くても10分から15分ぐらいで見れる感じに、しようと思うと、パート数がだいぶ細切れになると思うんですけど、まあ、そこら辺ね、もし良ければご意見いただけると幸いでございます。よろしくお願いいたします。1周年記念は何かやる予定ありますか？なーんも決めてません。なんも決めてません、マジで。もうあと1ヶ月しかないんだよ。何も決めてないよ。また凸待ちでもしよっか。ね、凸待ちサーバーあるんで、ね、せっかくなんでなんか、凸待ちして、なんか、なんだろうな。何してもらおうかな。何してもらおうっていうのもおかしいんだけど、何を言ってもらおうかな。別にお祝いの言葉が欲しいわけじゃなくて、ただ私が単に、いろんな人と絡みたいだけなので、でもなんかテーマがあった方が多分みんなも入りやすいと思うから、まあ、それについても何か意見があれば、ぜひコメント、マシュマロ、ツイッターのリプライや DM なんかでいただけると助かります。よろしくお願いいたします。あとはですね、ちょっとしたお知らせなんですけども、毎月、月始めに、先月の、まあ、作業の進捗と、今月、まあ、何をしていきたいかっていうのを、ファンボックスで全体公開でブログ記事書いてたんですけど、来月からは、有料プランの方に移行させていただきたいと思います。どうしようかな。プランの料金の、どこの料金で、出していくかは、まだちょっと考え中です。で、有料プランも、また見直した方がいいかなと思うんだけど、どうなんでしょうね。100円から支援できた方が、まあ、いいかなと思ったんだけど、ぶっちゃけファンボックスにまで支援してくれる人ってそんなにいないんだよね。なんでかっていうと別に、私にもうちょっとこの話やめようか。
まあ、とにかくもっとみんなに興味を持ってもらえるようにはしたいんだけども、私としてもあまり全部を大航海時代にしていくと玉がなくなるって、ちょっと残念を用意しておきたいと思いますので、来月から、月始めにやってる進捗等々報告の記事は有料プランの方に移行させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。まだなんか増やしてほしいコンテンツ、とかあれば、ご相談というかご意見いただけると幸いです。ただまあ何度も申し上げてはいるんですけども、私、専業 VTuber 元無職のニートでございますので、お金がマジでないです。インコの治療費が相当かさんでおりますので、本当にきついです。ゲームこのゲームやってって言われても、お金がないからできませんとしかちょっとお答えできない場合もあるので、もしガチでやって欲しかったら送ってくれよな。マジでね。それ以外でも、まあ、持ってるゲームはいろいろあるんで、ペイデイ2とか、まあ、エルフォディズムソロシア、あとセブンデイズ・トゥ・ダイとかね、手持ちであるゲームを一応公開しておくので、まあ、それを参考にしていただければ幸いでございます。以上になりますが、11ヶ月、ね、デビューして11ヶ月を迎えることができたのは、やはり、これを見てくださっている皆様のおかげでございます。もしよろしければグッドボタン、コメント、等々残していってくれると幸いでございます。チャンネル登録まだの人はポチッと赤いところを押しといてくれよな。よろしく。灰色の人は押さなくていいからな。頼んだぜ。それじゃあ皆さん、また来月1周年記念の方で、ね、配信、とつまつ等々でお会いいたしましょう。さよなら。バイバイ。